はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に盃やっていきましょうということで、皆様今回 SWCC いかがだったでしょうか。私の結果報告となります。はい、こちらですね、SWCC の結果、予選、最終予選の結果ですね。はい、50勝ということで、何うるさいから、トイレでやってる。うるさいからあっちでやるのね。はい、ということで、今ホテルにいるんですけども、YouTube の撮影を始めたら、息子がうるさいからトイレでやってということで、今トイレに入っております。まあちょっとここはトイレとシャワーとお風呂がこう一体化というか一つの部屋になっていますので、声が響いて聞こえづらかったら申し訳ございません。さあ戻りましょう。ということで50勝全勝して、ついに念願悲願の、全勝で決勝トーナメント進出という形になりました。前回は49勝で1試合落として、しかもその1試合落としたことで決勝トーナメントも行けず、その前の時も2試合落として、しかもその2試合ラスト6試合の中で落として、決勝トーナメント行けずというのが続いておりましたが、ついにやっとですね、決勝トーナメントに行くことができました。すごいですね、50勝全勝がなんと14チームです。これもしですよ、ベスト16までといつも通りだったとしたら、ほぼ全勝じゃないといけなかったという形になってましたので、まあ運営さんギリギリでなんとか、いい、まあ、判断をしたんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、そして1位はヤクルトさん。まあ強いですね。当たり前のように50勝して、しかも失点が251と、ちょっと異次元ですね。これはもうほぼ全ての試合がまあ圧倒的な勝利だったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、リッツさん、そしてパパイヤ鈴木さん。相変わらず強いですね。そしてなんと AC 日本橋熟成さん、おめでとうございます。なんと熟成4位、これは素晴らしいですね。はい、続いて5位がなんちゃってテレワークさん、ボディービル大会優勝さんに武漢さん、そして8位に私で、9位松風さんが入っております。今回なんといってもですね、前回の激しい決勝を戦った松風さんと団地さんが両方決勝トーナメントにいると、これまた面白い戦いが待ってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そして BKB さん、グングーさん入ってますね、マロポテシューさん、そして、FC クラーズシュート残党さん、トミーズサンジェルマンさん、カプリチョーザさん、北海道マルヒさん、そして麦わらさんも入っています。さすがです。ピンクパンサーさん、レッドウルブスさん、川棚ルーニャさん、日の丸さん、タロスキーさん、キングダムさん、TKB ボコ、マルヒ、奥様は大事に FC さん、SSFC さん、おにゃんこクラブさん、妙和さん、アトリウムさん、レオーネさん、そして熟成、ここに入ってきました。小作新町南公園、間違ってたらごめんなさい。はい、おめでとうございます。31位ということで、決勝トーナメント楽しんでいきましょう。そして32位にバルカンさん、そしてカモジャパンさん、中日ドラゴンズファンクラブさん、そしてここに来た川越闘牛秀球クラブ熟成さん、おめでとうございます。そしてイタチ FC さん、また来た、ここV ファーレン長崎熟成さん、おめでとうございます。すごい、熟成がダイヤモンドの決勝トーナメントにこんなにたくさんいる。ミラクルさん、そしてブレイブキングさん、おめでとうございます。アヤセナル FC さん、松村さん、 T マルヒ B ボコミヤミ、マイマさんですね、マイマユナイテッドさん、おめでとうございます。そして赤黒さん43位、おめでとうございます。ポカジュニアさん、おめでとうございます。なんて読むんですか、 BOTWFC さん、FC コマンドさん、TKB ボコ FC 竹坊さん、おめでとうございます。そしてラピスラズリさん、4万円さん、大分タカアオと木の情熱さん、
東京さん、北区さん、五反田さん、フロー人間さん、そして熟成北ここロッソネロ栃木熟成さん、おめでとうございます。ランスさんにダンチさんが入っています。57位で、まさかのなんと私はダンチさんと決勝トーナメント第1回戦を戦うことになりました。これどこと戦うのかなって見てたんですけど、まさかまさかの前回王者チャンピオンと初戦でぶつかる。どんな引きしてるんだって自分でも思いますけども、初戦からとんでもない山場、ここがなかなか厳しいところですが、まあ頑張って、ギリギリの時間までですね、いろいろと考えてやっていきたいなというふうに思います。さあ、そしてドンタコスさん、フライングバーズさん、アロハさんに、ヤマペペサヤンピさん、湘南ドリームさんもいますね。そして、タマチャンズさん、ギリギリでしたね。もう本当にハラハラでした。もう僕も最後もずっと見てましたよ、タマチャンズさん。残れと見てたら、ぐんぐん来るんですもん。そして熟成も来ましたからね、最後の最後に。なんとか64位で、たまちゃんずさん決勝トーナメントおめでとうございます。いろいろありましたよね。もうやめようかなというところもあった中で、やっぱり、やめずにですね、続けてきてよかったなということで DM をいただきました。本当におめでとうございます。そしてこの65位からですね、非常に惜しかったところですね。デスティアーノさんもいますね。で、熟成もですね、この陸軍長野学校周球団さんも入ったと思ったんですけどね、ちょっと残念でした。あとアバンツァーレ江藤さん、そしてなんやかんやオルフェさん、そしてレオーネ門前中町さん、いやー本当に鳥取塾感謝ということで、いやー熟成の方がこのトップ100の中にももうすごい数いますね。はい、嬉しい限りです。ここ本当残念でしたね。はい、ということで、決勝トーナメント、なんと初の64人制のとんでもないトーナメントになっていくというところ、そして運営さんのめちゃくちゃ最高のアップデ、これです。なんとですね、あ、これデッキ編成だ、ちょっと待ってくださいね。なんとなんとファイナリストを応援するんじゃない、ごめんなさい、各トーナメントを見るから、なんと全てのディビジョンのトーナメント試合が確認できるようになりました。素晴らしい、運営さん本当に頑張りました、ありがとうございます。これは素晴らしいですね。なのでプラチナディビジョン見えますよ。ウククさん、カイさん、あなたたちは本当にどこに行っても強い、1位で突破しておりますね。ここも見ていくことができる。で、一応見ていきたいんですけども、実はプラチナにもゴールドにもシルバーにも熟成が大量に、決勝トーナメント進出しております。皆様本当におめでとうございます。今回ちょっとですね、またその機会はまた設けようと思いますので、そこも、私はですね楽しく見ていけるので、すごい楽しみが増えて、ありがたいなというふうに思っています。なので私は、各ディビジョンの熟成応援のためにですね、トーナメント見ていきたいなというふうに思っております。今回はちょっとダイヤモンドディビジョンの方見ていきましょうか。はい、なんとこんな感じで A、B、C、D ブロックまであります。で、 A ブロックの戦いはこうなっております。ヤクルト3対タマチャンズ熟成 B 組さん、大どんでん返しの反逆を楽しみにしております。サカツク界でももう知らない人はいないヤクルトさんですね。タマチャンズさんがどんな戦いをするのか非常に楽しみですね。今のところ、編成がどうなってるのかな。ヤクルトさんがヘネバイラ、意外とそうなんですよね。今流行ってますよね、ヘネバイラにこの、ピエモンテ染めを乗せていくっていうのが本当これ強いんですよね。で、対するタマチャンズさんが、はい、自明のカウンター同士になっておりますが、どうやら今、ざっと見た感じでも皆さんカウンターを置いてる感じなんですけど、何？手洗いたい、ごめん、はい、どうぞ。うん、手洗うね、はい、ポテチ食べたの？そう、パパのポテチ、うん、はい、まあ、今ざっと見た感じみんなカウンター入れてて、まあ、これはですね、あと9時間半ぐらいありますので、多分ここにあるよ、はい、はい、
あ、新しいのがいいの、はい。多分まあこれはですね、皆さん見せかけの、フォーメーなんじゃないかなというふうに思いますね。ギリギリになって皆さんサイドだったりとか中央だったり、ポゼションだったり乗せてくるんじゃないかなというふうに思っております。そしてまあここら辺すごい戦いですね。あとは松風さん、ダンスさん、いやいやすごいな、はい、っていうのが A ブロック。そして私はこちら B ブロックに入っております。 BKB のダンチさんと、私が戦っていて、ダンチさんは何を入れてるんでしょうね。ジメーノですね、はい、ジメーノ監督強いですよね。あ、しかもこの形すごい。これあのうちもジメーノ使うときはもうほぼ一緒ですね、ポジエリ。なるほど、これは強いな。はい、そしてうちはまあ一応今のところは、ピルラ監督29万超えたので、まあもう数字でご利用せやっていうところでちょっと入れております。まあ正直言ってもうベスト16の戦いってなってきたら6回戦わなきゃいけなくて、間違いなく振り戦術も取るわけですよね。あのってなってきたら、まあもう重要なのは、数値になってくるのかとかいろいろ考えながら、まあまあまあまた、これはですね、まあ、後日の動画で戦い方などなどお話ししていきたいなというふうに思いますが、んで、あ、そうそうそう、応援ですね。めちゃくちゃ応援していただいてありがとうございます。5000GB ゲットできるということで、皆様、どなたに投票したんでしょうか。一番人気はやはりヤクルトさん、すごい人気ですね。ちょっと全員見てるわけではないですが、私の、ところもですね、結構な数の方が、優勝予想で入れていただいております。ありがとうございます。ただですね、ただですよ、もうやっぱ初戦団地さんなんで2連覇狙ってる方なんですよ。うん、正直この中で一番当たりたくなかったっていうのはダンチさんかもしれない。やっぱり気合が違いますからね。あの2連覇狙ってる唯一の人ですから、やっぱりそれはそれなりにいろいろ考えて、トーナメント64を、戦いに来てますので、うん、でもちろん僕もですね、初戦ではない、優勝を目指して、先のことを考えてフォメとかいろいろと考えてますけど、まあそんなこと言ってられないぐらい初戦が大事なんで、ちょっとこれ困ってますね。はい。さあ、そしてここですね、熟成さん対明和さんかな。これなんとなんと、だからもし僕がダンチさんを倒すことができて、で、長崎さんが勝ったら、次ベスト32で熟成と熟長の戦いと、いやー痺れますね。はい。で、うちはですね、あとはキングダムさんがいたりとか、まあ、もう本当にレッドウルブスさんがいたりとか、もうなんといってもバルカンさんがいるんですよ。バルカンさん。SWCC 最上位ディビジョン2回優勝しているバルカンさん。いやー、バルカンさんか。そして、すごい勢いで、全勝して上がってきている熟成さんもいるんですよね。ということで、すごいですね。もう、この決勝トーナメント64。B 組やばいくないですか？ B 組やばくないですか？ダンチさんに、バルカンさんですよ。うん、優勝経験者がゾッと揃ってますね。はい。で、C、ブロック C が、見ていくと、パパイヤさん、そして湘南ドリームさん、そして熟成ここに入ってますね。中日ドラゴンズさんと、頑張ってください、熟成さん。頑張った先にはとんでもない、二人、どっちが勝ってもめちゃくちゃ強いですね。そしてその隣にギュンウーさんとフロー人間さん、これまたえぐい戦い。ピンクパンサーさん、コマンドーさん。いや、すごいな。このグループも厳しいな。うん。そして、そして、D グループですね。D グループ、注目は、まあ、ブレイブキングスさんと麦わらさんが、早々に上がっていけば当たっていくのかなっていうところだったりとか、あと、熟成いますね。熟成と赤黒さんと熟成またいる。おっと、ここすごいな。うん。D ブロックも白熱しますね。楽しみですね。てかもう楽しみが多くて多くて。自分の試合もですけど、やっぱり他に見たい試合がいっぱいありますもんね。で、プラチナの方もやっぱ楽しみですしね。いやいや、すごい。
はい、ということで、結果報告でしたけども、ちょっと長くなりましたね。決勝トーナメント、非常に楽しみな戦いが火曜日の夜19時でしたかね、に始まりますので、皆さん楽しみに見ていきたいなというふうに思います。あと私応援入れていただいた方、皆様本当にありがとうございます。できる限りのことはします。できる限りのことはしますが、初戦で残ないことになっても恨まないでください。はい。ということで、この辺で動画終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。Nights just don't feel the same. Oh, back my life inside.